かっこいい男といえばドラマで共演させていただいたの山本浩二さん。あ、え、はい、あの今で、そうですね、NHK のドラマでご出演していただいて、笑っちゃったよ、ヒロチョが普通になんでドラマ出ててさ出てましたよ、はい、私ちゃんと見たし、ちゃんと泣いたよ。あ、本当にすごいよかった。それもサックス吹いてたよね。それもサックスサックスでオーディション合格しましたまあ、そうです、このドラマきっかけで、その山本浩二さん結構一緒に何回か、うん、あの飲みに連れてってもらったりとかしてて、はい、後輩の、まあ、俳優さん2人ぐらい連れて、うん、ご飯を食べに、ちょっとまあステーキを食べに行こうかみたいな感じでステーキ食べに行って、でもやっぱお肉食べてたら、じゃあワイン飲もうかみたいな、あの浩二さんすごいお酒好きなんですよ。で店員さんにちょっとあの俺ぐらいの、まあ、1万5千円ぐらいのワインをねくださいよみたいな感じで、かっこうやってこんぐらいのワインちょうだいみたいで、ワイン切ってみんなでワイン飲みながらね、ワイン美味しいですねみたいな、でこうお肉食べてて、だいたい1人1万5千円ぐらいするお店だったらしいんですよ。でプラス、まあ、ワインも1万5千円ぐらいで、でまあ単純計算で4人、あ、3人分とワインなので、まあ、で6万円ぐらい、まあ、もろもろ入れても、まあ、6、7万ぐらいの、うん、まあ、お会計だと思ってこう、うん、まあ、山本浩二さんの店員さんからもらって、うん、まあ、お会計見たんですよ、はい、そしたら頭が1だったんですよ、うん、まあ、6、7万かなと思ったら1だったんですよ、うん、でえっと思って明細見たらお会計大体14万ぐらい、19万ぐらいか。え、でそれはなぜかって言ったら、うん、浩二さんがこうやって1万5千円ぐらいって言ったら、うん、店員さんが15万のワインだ、って勘違いした。勘違いした。ええー。で、うわっ。でもちろんもうめちゃめちゃドキドキしたんですよ、浩二さんが。でも払えないなんてとても言えないじゃないですか。で、あ、そういうことか。でもその一瞬で、あ、15万のあれ15万のワインだったんだ。そういえばめちゃめちゃうまかったもんなって思ったんですって。で、まあお会計済ませて、うん、まあ、店を出てごちそうさまでした。出て行って。でたまらずもうこれはちょっと後輩にこの気持ち、ちょっと分けたいと思ってドキドキして、いや実はさ、さっきのワイン飲んだじゃん、あれ1万5000円だと思ったら15万だったんだよって話したんですよ、うんうんうん、そしたらその後輩が、いや浩二さんかっこいいですって、それは山本浩二さんがこうやったから15万のワインが出てきたんですよって、僕みたいな若手俳優がこうやったら1500円のワインが出てきます、早く僕もあの15万のワインが出てくるぐらい、あの俳優として売れるようになりたいですって言って、めちゃめちゃかっこいい話じゃん。かっこいい話、もう全員かっこいいじゃん、うん、でじゃあもし西村ひろちょだったら いくらのワイン出てくるかなと思ったら、ワイン飲めなかったんですよ。もう150円でも150円のワインとかでもなく、ワインが飲めないってことは15万円のワインも飲めない。なんでよ、美味しさとかわかんない。もったいないよ。もうかっ、もうやっぱかっこいいです。でもすごい素敵だね。でもそうかもしれない。そう、そうでやったら、こうやったからそういうのが出てきたって。そうか。